がしたことない。髪の毛があすげえ。金の玉。これが大国主の御事。本当だ、イケメンだ。はい、はい、出雲大社の境内に入っていきます。最後の鳥居です。こうせんお辞儀せんといかん。こっちは何？わかりま。いきなりわからないというのが薄っぺらさを思う。はい。こっちに、え？こっちに行くんかな？そうしたらレアそう。戻るの行こう。わ、ここちょっと昔っぽいね。これが本あれだろう。はい。あれ、キャメを取るんです。間違った時に取れた。いや。あれ、なんか入れない。入れないみたいな。入れないか。お腹ができてる。ここから先は入らない。混雑していますって書いてある。発足も。おもちめなはさっきのやつやろ。お守り書。伊勢神宮と一緒、入れない地域がある。
メイクでしたっけ。うん、ここに日本中の神様が集まってくる。11月やったっけ。でかいですね。でかい。かつては50メートルだったんやろ。その高さ50メートルぐらいの時の柱だったんじゃないかという、直径3メートルの柱の跡みたいなのが発見されたって言ってたよ。書いてあった。もうさすがにここはやっぱ入れないよね。これが本殿。大しめ縄はやっぱりさっきの神楽殿のとこやね。そうですか。ですよね。まあ、記憶にございません。おー、後ろから、あ、後ろからの方が綺麗にビビれるよ。はい、より近くに見えます。うん、なんか資料館みたいなところがあって、そこは昔の高さ50メートルぐらいの時の模型があったよ。階段がずっとあって壮大な。本殿の裏側、はい、立ち入り禁止になってます。なぜかウサギのオブジェが。ウサギってなんか神話の稲葉の白ウサギで関係あるのかな。これは神殿や。神有月になるんやろ、神無月が。この地域だけは、はい、
神奈月って何月ですか？11月じゃなかった？10月か11月じゃなかったでしたっけ。で、その時期はここに全国の神様が集まるから、他の地域は神神奈月だけど、この地域は神有月になる。このエリアはすぐ苦学ですな。小バカにしとりますな。っていうと、もう誰でも知ってる人ですか。多分特別なの。あ、本当だ。なんか入れてもらってましたよね。VIP 待遇の人や。いや、なんかあるんじゃない。ツアーがある。ツアーというよりこのなんでしょう。なんかが年なんでしたっけ。普通の人よ。でも、うん、事前に申し込むとかなんかして、うん、なんかあるんじゃないですか。金持っとる人よ。金じゃなくて。金です。世の中金です。だからなんかこう役とか役年とかよくわからんけど。違います。 VIP 待遇の人です。はい。神社が、この神聖な神社とかがビッグ待遇とかするとするとです。ちょっとあれですね、伊勢神宮とかと違って巫女さんとかおらんですよね。いいじゃん別に、そこで手洗って冷たくて気持ちいいよ。で、洗ったんですか？洗ってないけど。冷たい。冷たくて気持ちいいやろ。本当だ、向こうに出雲大社って書いてある。スイム正面から。あ、しめ縄のところに鳩が止まってる。なんなん。あ、そこに地図が境内地図が書いてある。ほら、本殿の左側、もう外になってるやろ。そうですな。神楽殿は。そうですな。本殿はじゃあもっとでかいです。ごめんなさい、邪魔したんです。鳩が止まって、なんかこう楽しめ縄が起こってきたら、これ重たいですね。カヤみたいなのつついてます。これ重たいよ。死にますよこれ。参道からでしたっけ。はい。